旅人パイモン、どうやら物語は思いついたらしいね。そうだぞ。お前はもう少し時間が必要か。いや、僕もすでに思いついている。先着順でオイラが先に言うぞ。いいよ、構わない。じゃあ始めるぞ。昔々あるところに邪悪な学者がいて、山の上でトリックフラワーを改造していました。それらのトリックフラワーは痛みを抱えながら人間の姿になり、山道の脇で通行人を待ち構えていました。誰かに尋ねられると、それらの相手にこう質問をします。私は誰、あなたは誰。もし答えを間違えれば、わーという声とともに食べられてしまうのです。что-то не живое。 Это какая-то эта специя。 怖いね。なんだよ、ну, ладно, 全然怖がってないじゃないか。не знаю。 おいらのダメ出しするなよ。不満なら自分で考えればいいだろ。ну не знаю, пищевая, наверное, какая-то хрень。Да никак ты ее не решишь. つまり、加害者であるトリックフラワーが被害者に完全に取って代わるということだね。Нет, не вырос. じゃあ、トリックフラワーが城内に入るのか。一般人の姿で家に帰って、そいつの家族を全員食べちゃう。オイラが始めた話なのに、自分でも怖いって思えてきたぞ。悪くない物語だ。記録してもいいかい？今度誰かと雑談するとき使えるかもしれない。脅かすために使うのか？ああ。意地悪なやつだな。僕の物語は君のよりも少し長いものだ。話はとある錬金術師から始まる。偉大なる錬金術師はホムンクルス1号を創造した。1号は彼女の誇りとともに一般人に完璧に紛れ込んだ。自分たちのそばにいる友人が人造人間だとは誰も思わなかっただろう。しかし1号は知らなかった。彼が生まれるまで錬金術師が幾度も実験を繰り返していたこと。失敗した欠陥品は放棄されたのだが、彼は死んでいなかった。失敗作2号は巨竜の腹の中に飲み込まれ、竜と共に雪山に残った。何年も後に神秘的な彼は雪山で様々な人を見た。そしてその人々とと2号は思いもしなかった。彼らのような実験品が全ての人の目を完璧に騙せていること、それこそが2号の望んでいたものだった。だからこおいら、なんか急に寒くなってきたぞ。怖い。2号は自身の計画を練った。1号の書籍とノートを盗み、1号が錬金術師から受け継いだ知識を研究した。彼は賢く驚異的な。その後彼は自身の元の顔を変え、1号と完全に同じ姿となる。2号は自身を1号と全く同じ姿にし、さらには3つ目の個体。はい、3つ目。しかし1号との間には違いがあった。2号は正真正銘の完璧なものになりたかったんだ。そのため僕が思うに、印を消したのは彼は完璧なものになりたいと渇望するあまり忘れていたのだろう。2号の計画は綿密なものだった。3号が注意を引き、1号が3号を片付けるのを待つ。そうすれば1号が1人になった時こそ2号が動く絶好の機会。1号を排除、彼は知らず知らずのうちに全ての人の記憶に存在する1。しかし人々は知らない。
昨日と今日。怖いぞ。おいら、もう人を信じるのをやめよう。だが、2号の計画が実行される前に、とある特別な見知らぬ者が現れた。2号は、その者との接触を試みたが、こっくり。どうしたのかな？怖いのかい？その後は、その見知らぬ奴はどうなったんだよ。もちろん、2号の計画の一環に加えられた。2号にとって排除すべきものがもう一人増えたことになる。庭にある三つのバラのように、見た目は全く同じだが、三つの中の一つだけが毒のない良質。そしてこの世界において、それらの世話をする庭師のみが、人々は毒を持つ植物を嫌う。そのため完璧なバラのみが高価で売れるんだ。2号もそう考えていた。だから暗闇に隠れてじっ。なんか暗い物語だな。物語はあくまでも物語だ。本当のことにはならない。2号ドゥリンの力と血肉によって変異したものは、同じくレインドットの創造物とも言える。そう言ってくれて嬉しいよ。いいんだ、僕は自分の素性を分かっている。ただ時に錬金術がこのように偉大な学問であることを思う。大地に足を踏み入れる生命の一つとして、運命の旅人、創造とは傲慢な行いなのだろうか。もし違っていないのなら、僕たちは一体何の資格があって創造者の別段特別。たまにこのことを思い出すと。アルベド旅人、ここにいるの？あれ、アンバーの声だ。やっぱりここにいたのね。旅人、私たちサイリアスさんに言われてきたの。麓の拠点で大事なことがあるから、あんたもそこに行って。ウィンターキャンプもそろそろ終わりを迎えるわ。名目上の教官であってもきちんと配置につかないと。じゃあ行ってくる。アルベド、またな。ああ、行ってくるといい。僕はまだここで用事がある。今回は下山に付き合えない。大丈夫、ここ最近は下山もとても順調だよ。それじゃ準備ができたら出発しましょう。拠点の人たちを待たせた。この方はジョセフさんで、ジョエルのお父さん、この人がさっき話した旅人さんだよ。僕のためにいろいろ手伝ってくれたんだ。雪だるまも一緒に作ってくれたんだよ。ジョエルから話は聞いたよ。本当にありがとう。そうだな、本当によかった。待てよ、なんでサイリス会長がこっそり涙を流してるんだ？それにパラドもいる。今回はパラドのおかげなの。パラド、自分から話して。あれは天気のいい日だった。俺はなんだか運気が上がりそうな予感がして、自分の理念を信じ危険な場所に向かったんだ。危険な場所にはお宝があると考えたからな。なんだか出だしから妄想じみてるな。だけどグループから離れてまだ少ししか経っていないというのに、うっかり足を踏み外して崖から転がり落ちてしまった。うわ、もしかして俺と山の上で会ったから悪い運が移ったんじゃ。
俺は普段なら行かないような場所まで転がった。しかも怪我をしてしまって自分の運の悪さを嘆いたよ。でもその後音を聞いて駆けつけてきたジョセフさんに会ったんだ。え？あ、思いもよらない結果に。俺は最初彼をイベントに参加しに来た冒険者協会の人だと思ったんだけど、話をしていくうちに彼が多くのことを覚えてないことと自分の名前すら知らないことに気づいた。だけど雪山は寒すぎてそんな細かいことを考えてる余裕がなかった。だから話は拠点に戻ってからにしよう。拠点に戻るとジョエルの姿が見えた。ジョエルが彼を見るとまるで凍りついたかのように。今でもまだ記憶が完全に復活していないが、お父さん。ジョエル、お父さんは。ジョセフさん、本当にイノシシプリンセス、それと雪山で餌を。すまない、その他は覚えがない。頭、私が目を覚ました時体中血まみれだった。仕方なく洞窟に入り落ち着いてゆっくりと怪我が治るのを待ったよ。お父さん。大丈夫だジョエル、泣くな。よかった。そういえば俺は山でベネットに会ってから運が。それは俺も分かってる。いやそうじゃなくて、俺が言いたいのはそれがなかったらこんな広い。それに俺たちは無事に帰ってこれただろ。だから自分を。パラド。え、そうかな。あ、そうだ、僕旅人のお兄さんとサイルスおじさん、それからエウレお姉ちゃんとアンバお姉ちゃんにお礼を言わ。僕と一緒にいてくれてありがとう。僕みんなといた時間をずっ。でも雪だるまは雪山を離れたら溶け。それなら私に方法があるわ。ちょっと待ってて。え、エウレは？これでよし。ジュエル、これを受け取って。これは献氷の粉よ。これを君の雪だるまに加えれば永遠に溶けることはないわ。はあ、本当すごいよヘウルアお姉ちゃん、本当にすごい。お父さん、僕溶けない雪だるまを手に入れたよ。やったー。本当に皆さんにはどう感謝を伝えればいいか。皆さん本当にありがとう。お父さん、一緒に雪だるまを運ぼうよ、今すぐ。ああいいよ。それでは皆さん。よかったよかった。俺とパラドも冒険途中の規律問題について話し合ってくる。え、サイリス会長、俺は手柄を立てたから今回は見逃して。みんなじゃあな。そうだ、君とアンバーにもこれを作ったから受け取ってちょうだい。冬の記念品と思って取っておくといいわ。本当にいいの？これって。アンバー、こんな時は。わあ、これでオイラたちの雪。遠慮しないで。それと、それじゃあ私とアンバー。おう、またな。行っちゃったな。あ、そういえばオイラたちこんなに長く雪山にいたのに。やっぱりティマイオスに何とかしてもらうか。действительно. 自分の道を信じてさえいれば天気が。ティマイオス。旅人にパイモン。ちょっと待って、その何かを企んでるような表情、
まさか。ティマイオス、オイラたちを手伝ってくれるよ。旅人がいらないって言ってるんだから、いらないだろう。だって。いやだ！あれがないと、オイラの夕暮れの実がダメになっちゃうぞ！でもこんなものを研究する時間があったら、君のために10回は果物を取れるよ。どんなものを研究するんだい？また会ったね。アルベド先生、ちょうどいいところに。果物をジュースにできて、かつ果…すごく重要なことなんだ。これが発明できたら、もう果物が腐るのを心配しなくてもいいんだぞ。そんなのありえないって。果物をジュースに変えるのは難しくないが、新鮮さを保つのが難点だ。果物を腐らせないようにするだけなら方法はいくつもある。そうだろ、旅人。首？どうしたんだい？僕その表情、まるで僕が悪質ないたずらでもしたかのようだね。минут через пять посмотрим. Альбедо, или нет? Альбедо, 僕が雪山に持っていく。だけど君は寒がりだから他の人に果物を取りに来てもらうしかない。どうやら君が…それだったらなんだかいけそうな気がする。果物を雪山に埋めれば確かに日持ちするようになる。だが発芽して木になる可能性も。もしかすると今度君が来た時はその夕暮れの実が果樹園になっているかもしれない。それらの木…嫌だぞ。それだと木を育てることになるから、まるでオイラだ…そうかい？僕は庭師になるのも悪くないと思うが。アルベド、なんでオイラの超甘い夕暮れの実を狙ってるんだよ。おや？そんなに気になるの？もちろんだ。あれはせっかく見つけた。ただの夕暮れの実じゃないか。君は果物をたくさん持っていないから、もし懐にたくさん持っていて心が満たされていれば簡単にそのようなか…はい、そうなの。Чего, какой грустный. Как ты, снеговик? Смотри. Смотри.